堀川用水は、筑後川右岸の福岡県朝倉市にある農業用の用水路であり、旧朝倉町及び天城市にある計664ヘクタールの水田を潤している。徳島用水、大石長野用水、袋屋用水とともに、筑後川四大用水の一つに数えられ、そのうち最も古く改作されたものである。現在の管理者は、山田関土地改良区である。 水路は1663年に福岡藩市の木村長兵衛、魚住五郎衛門によって着工され、翌年に竣工した。現在の取水口は浅倉市山田にある山田関である。用水の途中には分岐点があり、山田関から約1 1トル伸びた本線はここで北線と南線とに分かれる。内北線は最初からの堀川溶水であり、 南線は1764年に、小賀十作吉重、1718年から1798年によって完成されたものである。沿線には、日本最古の実動する水車である三連水車1機、二連水車2機があり、1990年に用水路と共に、堀川用水及び朝倉用水車として、国の史跡に指定された。また、 堀川洋水は2006年には農林水産省の疎水百選に山田関は2012年に土木学会の土木学会専用土木遺産に山田関堀川洋水水車群は2014年9月には国際灌溉排水委員会が認定する灌溉施設遺産にそれぞれ選定登録された2017年3月に堀川の環境を守る会と 山田関土地改良区が国土交通省の平成28年度手作り郷土省を受賞した。現在の節関水門、徳川幕府において各藩は財政状況を改善するために日田開発を推進する政策を取り始めた。江戸時代初期には水田の面積が小さく日照時間も長く郊外や筑後川による洪水もたびたび発生し、 作物が取れない状態にあった旧朝倉町一帯は、この堀川用水の建設により、国草地帯に変貌した。福岡藩は1662年の干ばつを契機に、安定した稲作を営むために1663年に、藩市の木村長兵衛、魚住五郎衛門に、現在の山田関のおよそ20メートル下流に、用水路を作らせ、翌年に竣工した。 筑後川の水を導入することにより、上座郡小藻村から下座郡上緑村までの2里、旧河村の150町部余りが改電されたという。しかし、取水口における土砂の堆積が発生したため、1722年に、福岡藩市の川崎伝次郎、麻生郎衛門によって取り入れ口の移動が行われた。現在の山田関の隣にある筑後川右岸の岩盤に、長さ11軒、 内方五尺四方のトンネルをのみでくり抜き、節寒水門とした。この工事は南工事であったため、守護神として水神を祈る水神社を水門の上で作られた。1759年、神殿が増加しすぎた原因で、堀川用水の水量は不足し、下流の谷は水が来なくなった。また、 用水が通っていない、上座郡南西部のスーカ村は、いつも、干ばつ状態にあったため、当時の顔尾場村商屋であった小賀百光は、堀川用水の改修お及び新堀川の改作について考え始めた。村人の協力を得て、測量を行った上、計画書を作成し、班長に提出した。上座郡部尚姉妹下優が見分した結果、用水路の幅の拡張、 新堀川の掘削、取水口の拡張、特定遺跡の重上げが実施されることとなった。まず節寒水門は約2倍の十尺四方に切れ広げられ、堀川用水による灌溉面積は218兆旧端部に増加した。一方、上座軍殿中村付近の堀川用水に分岐点を設け、そこから南西方向へ分岐する新堀川の改作工事は、 5年をかけて1764年にようやく完成した。新堀川の通水により、堀川用水を水源とする水田の面積は約370長部までに広がった。山田関は筑後川の対岸まで伸びていなかったため、堀川用水に流入する水量も不安定であった。1787年に70歳の小賀百光は庄屋としての責任から、 筑後川取水口の全面改修の必要性を感じた。石を川幅いっぱいに広げ、多量の水を堀川に注ぎ込むことができれば、上座群、下座群一体は永久に干ばつに見舞わないと思い、現在の山田関のような石畳の絵図を作成した。1790年に福岡藩は小賀百光に対し、山田関大改修の命令を下した。 同年に工事が完成された後、堀川溶水は487丁9単の農地を潤すことができて、約120丁部の神殿が開発された。筑後川は頻繁に洪水を起こすので、山田関も1874年、1885年、1953年、1980年に被災したが、その都度改修が行われ現在も昔の面影を止めている。 1980年の水害では山田関の42%が被災したが県が6億5000万円を投じて早朝石コンクリート作りで原型復旧させた2017年7月5日の平成29年7月九州北部豪雨では水車群付近に大量の流木と土砂が流れ込み水車は停止したが原型は止めていたその後 首都山田関と地改良区による復旧作業が行われ、約1ヶ月後の8月2日午前5時に通水、稼働が再開された。水人社境内から望む山田関築後川の河川敷から望む山田関山田関は、福岡県朝倉市山田の築後川にあり、表面積7688坪の石石である。築造寺は空席張り構造で、 石の長さは350メートルであった。1980年の洪水被災時にレミンシツミに改修され、石の長さは176.6メートル、幅は47メートルである。施設として土砂吐き一つ、船投資一つ、漁道一つを有する。この石は全国唯一の傾斜石床式石張り石であり、大きくは南船投資、中船投資、 水吐き同士の三つの部分に区分できる。構造的特徴は以下の三点がある。堰の前壁は水筋に対し約20度の角度を持って斜めに配置し、水流が激しい地区小川の水圧を緩和する治水構造としている。突き当たりの取水口へ水流が勢いよく行かないように、河川水を導流するために高低差のある構造物をうまく配置している。 最も水の抵抗が強い南線通し水路側の石積みを高くし、それから中央部までを低く、さらに水門取水口付近にへ向かって石畳を次第に高く勾配をつけ、石畳表面の中央部に緩やかな勾配をつけている。そのくぼみで余水破棄の働きをさせ、延体に強い水圧を加えない一方、取水口に十分な水量を送ることができる。席は、 石畳で覆われるため、河川流量が増加した際に飛べ水を起こし水性を殺す機能も持つ。船同士と漁道、土砂吐きからの水流を石の末端部で合流させて、減生させる構造を作り出している。土木学会戦勝土木遺産に選出されたほか山田石及び堀川用水は、利水構造として、NGO ペシャール会代表の中村明、石らによる、 農地開発事業における取水構造物及び水路の建設モデルになり、アフガニスタン復興支援の灌え用水モデルとして活用されている。また、JICA を通して、アフガニスタン水位エネルギー省の副大臣など、日本国外からの見学者もいる。アフガニスタンで作られたマルワリード用水路は、クーナル川を水源とし、PMS により、 2003年3月から2010年までの約7年間をかけて完成させたものである。全長が 25.5km である。この用水路の稼働により約3000ヘクタールの高輩地が農地に変貌した。用水側から望む水門と水神社前述のように、現在の節寒水門は一つの岩盤を掘って作ったトンネルであり、内方は磁石四方である。また、 トンネルの吐き出し口付近の水底は、堀川の川底より低く作られ、取水口から流入した水は、裁ンのような勢いで吹き上げられ、土砂が水門内に堆積しないような工夫が施されている。水神社はこの岩盤の真上にあり、境内の楠すの木は1963年に、福岡県指定天然記念物に指定された。毎年の6月17日に、水神社では、 山田瀬通水式が行われる。朝9時30分に宮うによる神事が始まり、その後、水神社系がいましたの水門が開かれる。堀川用水に侵入した水は15分ほどかけて、約2キロメートル離れた水車群に到達し、水車が稼働し始める。朝倉の用水車はおよそ1760年代から80年代に設置されたもので、日本最古の実動する水車である。 現在は3カ所にあり、所在地の集落名を取り、上流側からそれぞれ菱の水車、三島水車、久し重水車と呼ばれる。元は4カ所あったが、最上流の水車は水路末端への影響から電動用水機に変更された。内菱の水車は3連水車で、他の2機は2連水車である。管外面積は合計約35ヘクタールであり、稼働期間は、 毎年の6月17日から10月の中旬まで稲の作付け期間とほぼ重なる。また、地元の職人により、水車は5年ごとに作り替えられ、その技術も継承されている。皮脂の3連水車は1分間で 6100L の水を汲み上げることができる。汲み上げた水はトイで集めた後、地中に埋まっている裁ンにより、高所へ送水される。もともと、 この地の山側には、自然流入では、考え不可能である小高い土地も存在するため、高所へ送水するための用水車が、この時期に生まれた。用水車の原型は、筑後国水間郡大太井村で発明された、足踏み式の水車とされるが、人力による高所への送水が不可能であるため、流速が速い堀川用水の水流の力を利用し、1788年までに、 上流部の菱野村を中心に3基の2連用水車を設置した。内菱の用水車の灌え面積は13丁5段、三島用水車は10丁5段、久しへ用水車は11丁、計35丁であり、これらの水車の設置により、高所の土地も水田化されることになった。用水車の設置年代は1759年の用水回収のすぐ後とされ、 後日野の,の用水車は1789年に増設され3連になったという記録も残っている。山田関に関するカテゴリー、朝倉三連水車に関するカテゴリー、ありがとうございます。